25万7640円。得した。吉谷さん、今の時代英語教育って大事なんですかね？もちろん大事だと思います。英語が自分で使いこなせる英語っていうのはですね、言語っていうのは伝達のためっていうのと、あとね、思考のための言語って必要なんですよ。私たちは普段日本語でコミュニケーションを取ってますけども、考え事って誰とコミュニケーションを取るわけでもないけども、自問自答っていうのは日本語でしますよね。だから英語で伝達したり英語で考えるって、この2通りのね、使い方があるんですよね。というところでイヤホンがあります。これパカッと割ってですね、こっちのイヤホン、これがイヤホン入ってるんですけども、こっちを自分の耳に挿して、もう片方を相手の耳に挿して、お互いに半分ずつ使うとですね、なんとこれで同時通訳してくれるんですよ。おそらく地球上のほとんどの言語を同時通訳してくれます。私が日本語で喋ると、相手の方がロシア人だったらロシア語で聞こえるんですよね。で、その方がロシア語で喋ると、私のイヤホンでは日本語で聞こえるんですよね。このテクノロジーがある限り、すでにですね、まあ英語を伝達のために覚える必要は全部なくなったと言いますけども、極端になくなりました。ということですね、英語を身につける方法としてはいくつかあるんですけども、例えば100円ぐらいの本を買ってきて独学でやる。2つ目は英語教育に熱心に携わる。3つ目はこれを買う。これちなみにアマゾンで2万円ぐらいだったんですけども、よく探せば5000円ぐらいで手に入るんですよ。どうやって5000円のものを手に入るかっていうのは、これは私のインターネットのね、スキルが操作しているとしか言いようがありません。そしてこの5000円で買える情報を、私は3000円とか5000円で売ることができます。そうすると2万円で買うはずだった人が、例えば1万円でトータルコストで買えるようになったり、トータルコスト8000円で買えるようになったりするわけですよ。しかもその方が、あ、ここで5000円で買えるんだって知ったら、その方はね、今度は5000円で買いたい人に無償でサイトを教えてあげるとか、それとも自分がやっぱり同じように利材を取って転売益を2000円とか3000円とか5000円取ることによって、2万円で買うはずだった人に対してまた安く提供して利材を抜くってこともできます。いろいろビジネスが展開されるわけですよね。しかも誰一人悲しまないってことなんですよ、うん、相場ってのはね、やっぱりね、商品ってのは価格差が必ずありますからね。で、お金のことなんですけども、お金がなくて苦しいって思いされることってあると思うんですよ、うん、お金がなくて苦しい。でもお金があると助けられたなっていう経験もあると思います。で、お金がなくて苦しい方は、こんな時お金があればっていうふうな形でね、お金のないことに対してものすごくジレンマを感じると思うんですよ。でもお金のある人は、とりあえずお金がない苦しみってのは感じなくて済むんですよね。逆にお金があるありがたさってのを感じることができます。で、私にはそのお金の捉え方ってのがこれだっていうふうにね、はっきり言うことっていうのはなかなか難しいんですけども、まあただこれはあんまり問題ないだろうなというテーマで申し上げれば、お金は問題解決の一つの手段であるってことなんですよね。いろんな問題解決をするときに、例えば知恵で問題解決することもできるでしょう。頭がいい人はそれですればいいと思います。あとね、腕力で問題解決する場合もあるでしょう。この重いものを持っていかないといけないときに、自分の腕力があれば自分でやるってことができます。引っ越し作業とかね、荷物の上げ下ろしとか。でも自分の体が弱くて体力がないときに、重いものをどうしても持ち上げないといけないっていうシチュエーションに訪れたとき、どうすればいいでしょうか。それは知恵を持って人に頼むっていう方法がありますよね。うまく頼んだら気持ちよくやってくれることがあるかもしれません。でも知恵があんまりないと、お金を持ってこれちょっとやっといてっていうふうに頼むこともできます。でも何にもない、自分には腕力もないし知恵もないしお金もないってなると、その成り行きを見守ってるしかありません。それが命に関わることだったら、例えばね、ブラックジャックの話じゃないですけども、治療費が3000万かかるが、お前の患者は助かるよって言われた時に、3000万で助かるんだったら3000万作ろうかなと即答できる人と、いや3000万はないな、すいません、もう手術しなくていいです、見殺しにしますっていうのか、どっちかなんですよ。じゃあやっぱりお金があれば選択肢を広げることできるよねってことになるんですよ。そもそもそのがめついって言葉がありますけども、多くの人はお金を得る方法に対してがめついって感じると思いますけども、私はね、お金を払わずに問題解決をしようとする考え方もまたこれがめついと思うんですよ。自分は何一つお金を払うことなく誰かにやってもらうっていうね、やっぱり誰かのエネルギーとか生命の時間を自分に振り向けてもらうわけですから、やっぱりお金ぐらいはね、払っていかないといけないのかなって気はするんですよ。いや、お金の代わりに何か別のことでもいいですよ。自分が公に立てることを恩返ししてバーターするとかね、そういうのもあると思いますけども、うん、でもやっぱりね、私は愛情を前回も言いましたけどね、愛情はなるべく高く評価してあげたいなと思うんで、自分の子供たちとかそれから家族に対してかけるお金っていうのは多ければ多いほどいいなと思います。で、たくさんのお金を払うと
お金を受け取って私たちの家族にサービスを提供してくれる方はよりきめ細かくより慎重にやると思うんですよ。でも二束三文のお金で頼んじゃうとどうですかね。例えば300円とか500円で何かを頼んだらそれほどきっちりやってくれるでしょうか、うん、もしくはね、極端な話ただで頼んだ時ってどうでしょうか。いや、ただなんだからこのぐらいで勘弁してよっていう風になるんじゃないかなと思うんですよ。で、ボランティアっていうのはよくね美化されますけども、ボランティアはどういうことかっていうと、うん、お金をもらわないけどもお金をもらっている人と同じレベルでやる、その責任感に対してボランティアだと思うんですよね。ただそれは依頼する方がそれを期待するものではありません。あくまでもボランティアを提供する方が、うん、ビジネスでやってるやつなんかに負けないぐらい金のためじゃなくって絶対に満足度を高く与えてやるぜっていう風なね、そんな気持ちだと思うんですよ、うん、まあいろいろとね申し上げましたけども、お金がなんでね、愛を変える変えないっていう話題になったかっていうと、これは永遠に人間に付きまとってるからなんでしょうね、きっとね。でも実際どうでしょうかね。自分が女性に生まれてどう考えても貧乏で不幸になりそうな人と結婚するのか、それともお金が豊かで、それこそね優しい人に自分は気持ちが触れていくのか。お前金目当てだろうって言われても、やっぱ男性の側としては女性に不自由させないために、家族に不自由させないためにお金をしっかり用意してるっていうのも愛情表現の一つとも言えるんですよ。で、最後にね、こういうふうな考え方があるってことをちょっと紹介してね終わろうかと思います。ある人がね、この人は大金持ちなんですよ。大金持ちの人が金目当てに近づいてくる女性の方どう思いますっていうふうに聞かれた時に答えるんですよ。皆さんだったらどういうふうに答えると思います？その方がどう答えたと思います？その方はですね、あ、金目的で来てもらってもいいよ、だってモテたくって金持ちになったんだもん、それに金目的っていうふうにはっきりした方がやりやすいわ。逆にですね、愛だの何だの感情で来られたら感情っていつか冷めるじゃん、そっちの方が怖いよねっていうふうに言ってたんですよ。億万長者らしい意見だなと思ったんですけども、冷静に考えたらそれもしかしたら正しいかもと思った私もいるんですよね。皆さんはどういうふうにお感じになるでしょうか。それではいってらっしゃい。